木畑育也は、中央競馬、美穂トレーニングセンターの騎手。茨城県出身。元 JRA 騎手、小畑初広の三男で、長兄、小畑初成、時系、木畑拓也も、同じく JRA 騎手。2014年に、競馬学校騎手課程に入学。2017年3月に、美穂、藤沢和夫厩舎から、騎手デビュー。同年4月15日の福島 7R で、 OG アイドルに帰乗して1着となり、初起場から26戦目での初勝利を挙げた。同年10月28日の新潟 8R では、長男の初成が1着、次男の馬成が2着、幾屋が3着となり、史上初めて3兄弟騎手による1から3着独占を達成した。しかし、デビュー1年目は、不祥事により、2度の起場停止処分が下されている。 デビュー4年目の2020年は自己最多の20章を挙げた。木畑育也の年度別成績参照2017年9月10日の中山競馬での起乗後、ドーピング検査にて対象薬物として指定されている利尿剤フロセミドが検出され、同年9月14日から10月13日まで30日間の起乗停止となった。 使用目的は落馬の影響によるむくみを取るためで、あったが、医師から処方された薬物ではなく、母親が用意したものを服用しており、事前の申告も怠っていたという。同年12月14日、日本中央競馬会競馬施行規定第147条第20号で規定される、競馬の構成確保について、業務上の注意義務を負うものとして、 ふさわしくない飛行のあったものに該当するとして、最定委員会の議定があるまで、機乗停止となることが JRA より発表された。2018年1月4日、第2回最定委員会により、同年3月13日までの機乗停止処分が確定した。飛行の内容は公式には発表されていないが、東京スポーツは、関係者によると、同機種は未成年ながら、 飲酒行為があったと報じ、デイリースポーツは未成年にもかかわらず飲酒、喫煙行為があったと見られると報じている。ありがとうございます。